ちょっといいかな。はーい。シャオちゃん、お薬屋さんです。おじいちゃんと一緒にやってるんだよ。そうか、えらいな。すいません。なんだい？アルバイトができるところを知りませんか？お、ちょうどよかった。店番のバイトを探してたんだ。じゃあ兄ちゃん、頼むわ。お願いします。じゃあ準備すっから、ちょっと待ってくれ。じゃあ金だ。いいか、この金は預けるんだからな。絶対くすねるんじゃねえぞ。わかりました。じゃあ元金減らすなよ。しっかり稼げよ。はい。お年玉です。やっていきませんか？お年玉どうですか？お年玉で遊んでみませんか？お年玉どうですか？よう、今遊べるかい？ええ、1回50ドルで、ルールは。いいよいいよ、分かってる。じゃあ勝負しますか？強気だね。よし乗ろう。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。よっしゃ、俺の番ですね。入ったな。どうぞ、次はそっちです。あれだ、やっちまった。こっちの番ですね。ダメか。どうぞ、次はそっちです。あれだ、やっちまった。こっちの番ですね。入ったな。俺の勝ちですね。まあ仕方ねえや。今度は勝たせてもらうからな。あんたたちもしつこいね。あたしゃ立ち退かないって言ってるだろ。
なんだとこのババア。下手に出りゃ息になりやがって。うわ、あんたはこの間に。なんだてめえは。お前たちが例の地上げ屋か。やろってのかてめえ。やろ。あんた、こいつらの仲間じゃなかったんだね。ええ。で、何の用だい。ケイカさんって人が四つの部族を知っていると聞いて。コウ、タン、カイは分かったんですが、残りの一つが。教えてやるよ。え？私がケイカさん。あなたが？なぜ私を助けたんだい。なぜって、当たり前のことです。正しいことのためにためらうことなく行動すること、それが残りの不徳さ。待ってください。それはなんていう。さあ、忘れちまったね。知りたかったら文武廟の関羽様にでも聞いてみな。文武廟の関羽様。すみません、ただいま一般の方のご参拝は。聞きたいことがあるんだ。ここに関羽様って。ええ、関羽様なら奥の方に。会いたいんだ。
今入れるかな。いえ、ただいま寮内は大掃除中ですので参拝はお断りしているんです。すみませんがお引き取りください。頼む、どうしても今会いたいんだ。と言われましても。急いでるんだ、なんとかならないか。それが私ではなんとも。どうしてもカウン様に会いたいんだ。そんなご無理を言われても。今日はお引き取りください。じゃあ同志様に聞いてみてくれないか。わかりました、ちょっと伺ってきます。入るなら今しかないか。失礼します。ったく、なんで俺だけすす払いなんだよ。もう、あのすいません。ああ何、今は一般の人は入っちゃダメだよ。カウン様に会いたいんだ。ああ、お参りなら大掃除が終わってからだよ。頼む、聞きたいことがあるんだ。だったらまずご奉仕するんだね。ご奉仕？そう、ここのすす払いやるかい？わかった。やらせてくれ。じゃあこの辺からやって、壁をきれいに拭くんだよ。俺、書庫の方でご奉仕が残ってるから。やっほい！武徳の一つ、こう。常に怠ることなく、日々修練を積み重ねていく。ってことは、他の字も壁のどこかに。これは、義。正しいことのために、ためらうことなく行動すること。これが慶華さんの言っていた四つ目の武徳か。分かったようだな。四つの武徳とは、公、短、快、そして義だ。老師は、もしかしてあなたでは。会いたいわけは。修験達って人を探すのに当李翔老師を頼れと言われたんです。修験達？親父が乱帝に殺されたわけを修験達は知ってるんです。君は父親の仇を討つ気なのか？誓ったんです。あなたが邪道に落ちると知ってお父さんは喜ぶのかしら。邪道とは人の道を外れるということよ。肌打ちも人殺しであることに変わりはない。つまり邪道とは。あんたと話してるんじゃない。俺はこちらの老師と。老師はこのお方だ。え？四つの武徳の中であなたにあるのは公と短だけね。
かかってきなさい。え？あなたの空腹がどれほどのものか試してあげるわ。よしてくれ。俺は女相手に戦う気なんてない。遠慮はいらないわ。ここが転結よ。簡単に相手の動きを封じられるわ。私がその復讐の相手なら、あなたの命はもうないわね。これはどうせ行くあてもないのでしょう。いや、俺は後でその地図の場所に来なさい。門限は11時よ。いいわね。あの、当李翔老師。周英でいいわ。ん？江周英。それが私の本名よ。一緒に来たかったら、ついてきなさい。周英さん。何かしら。修験達の居場所を教えてくれ。聞いてどうするの。俺は修験達に会いに来たんだ。まだ自分の立場が分かってないようね。自分の立場って。あなたを預かるとは承諾したけど、それ以外のことは約束してないわ。じゃあ修験達のことは。そんなことより自分の空腹を気にしたら。俺のクンフーって。あなたの技は荒削りだし、無駄な力みが多いわ。あなたと手合わせをした時、俺はまだ本気でなかったとでも。いや、己の未熟さを知ること、そこからが本当の修練よ。なぜ最初俺に正体を隠してたんですか。隠していたわけじゃないわ。あなたが見抜けなかっただけ。あの時は女性が老師なんて思いもしなかったから。外見にとらわれるから力量も見抜けなくなる。年齢も性別も空腹には関係ないわ。周英さん、11時までには大元楼に来なさい。
大言路はこの先にあるわ。ここの207号室よ。え？来なさい。シュエさん、ここの207号室に来なさい。他の人に迷惑がかかるから部屋を間違えないで。わかりました。この大元楼って、以前はオンダ楼に住んでいたけど最近越したのよ。少し古いけど文武廟には近いし。そうだったんですか。この部屋よ。はあ、入りなさい。ここって周英さんの部屋ですか。そうよ。何か問題ある？いえ、あ、でも俺がここに泊まるってことは、その何考えてるの？あなたはソファーで寝るのよ。ま、いいか。